ヤッホーカエルだよ。今日の動画は M さんの残響参加、イエーイ。それでは早速レッツゴー。だったらったらったったったらったったったらったった、だったらったらったったったらったったったらららったった、ただそれに削減か、ただそこに愛を落とした、手に色を溶かすように銀種の月を添えて、転がるように風を切ってつまずくごとに強くなった、光も痛みも怒りも全部抱きしめて、選ばれなければ選べばいい、声よ轟け夜のその向こうへ、涙で滲んでたあんなに遠くの景色まで響き渡れ、何を奏でて誰に届けたくて、不確かなままでいい、どんなに暗い感情もどんなに長い葛藤も歌と散れ残響。だったらったらったったったらった、違えない会を結べば、出ない色も任すように、シンクの過去そあわれ、この先どんな辛い時も口先よりも胸を張って、抱いた夢の狩りを全部辿るだけ、逃げ出すためここまで来たんじゃないだろう、出なければ選べばいい。声を枯らして燃える花のように闇間を照らしたら、曖昧すぎる世界も不面にして、夜を数えて朝を描くような鮮やかなネオン鳴らす、どんなに深い後悔もどんなに高い限界も書き消して残響。だったらったらったったったらったったったらったった、だったらったらったったったらったったったららったった、はい、いかがだったでしょうか。もうね、やっと歌えました、残響参加。本当にね、この曲は本当弾き語りで歌うのすごい難しかったんですけど、初めて聴いた時からもう絶対歌いたかったので、もうめっちゃ楽しかったです。遊郭編もね、終わってしまって、日曜日に番組表見て、ああ今日鬼滅ないんだってちょっと寂しく思いつつも、でもね、続編決定したのでもうめちゃめちゃ楽しみ、本当に。はい、ということで今日も楓の YouTube を見てくれてありがとうございました。チャンネル登録やコメントもぜひよろしくお願いします。そして各 SNS も概要欄に貼っておきますので、ぜひつながれたら嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。楓でした。またねー。